スクワットが太ももの前に効いてしまう方は、スクワットをする前に今回のエクササイズを10回やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、スクワット前にたったの10回することで上手に行うことができるフロッグスクワットというのを紹介します。最大のメリットとしては、スクワットをする前に行うことで股関節の引き具合、フォーム、ももの裏の使い方、そういった感覚が分かりやすくなります。もう一つは前ももの張り、筋肉質な方はですね、太ももの前がスクワットをすると張ってしまうんですけども、今回のエクササイズをすることでそれがだいぶ改善されます。メリットとしては股関節の使い方が分かりやすくなります。で、もも裏のストレッチができます。足首のストレッチができます。前かがみになりますので背中のエクササイズになります。デメリットとしては、足首が硬い方は膝が曲げにくいので、足首をストレッチをするとかしてですね、行ってもらったらと思います。で、骨盤が後傾していると、今回のフロッグスクワットも普通のスクワットも前のももに効きやすいので、しっかり股関節の使い方を身につけてください。ではやり方を説明します。まず通常のスクワットはできるだけ膝が出ないように行うんですけども、膝が出ないようにしてもですね、股関節が前に出ていたらやはり前ももに力が入ってしまいます。膝が出ないようにプラス股関節をしっかり引く、骨盤を前傾させてまっすぐにさすことで、前ももではなく太ももの付け根、ももの裏に効かすことができます。その感覚がですね、股関節の引き具合っていうのがやはり少しでも変わってくると前ももに効いてしまいますから、今回はそうならないために、足をですね、つま先を斜めに向けて体をまっすぐにしてですね、膝を曲げて前かがみになります。こういう感じです。この状態から股関節を引いて、今骨盤がまっすぐになってますから、このまま膝を曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、手は重みになりますから胸の前に置いとってください。上半身がこのように丸くなってしまうと、骨盤が後傾してしまってますから前ももに働きます。腰を丸めるんではなく腰を反る、腰を反るっていうイメージよりも股関節を後ろに引くっていうイメージをすると、腰がうまく反れて骨盤がまっすぐにできます。このままこうではなくこうで10回です。一緒にやりましょう。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,OK です。今の感覚を身につけて、つま先をまっすぐなり広げるなりワイドにするなりしてですね、股関節を今の引く感じで行ってください。はい、今みたいにフロッグスクワット、しっかり股関節を後ろに引いて、その分前かがみになって足を動かすっていうことをスクワットの前にやってみてください。そうすることで、スクワットの際の股関節の引き具合がですね、だいぶ分かりやすくなると思います。実際、スクワットがうまくできてるのかなとか、前ももに効いてしまうんだけどとか、足がうまいこと細くならないとか、気になる部分に効いてくれないとか、そういった悩みがある方はですね、今みたいに股関節をまず引く、フロッグスクワットをまず10回行ってから、スクワットなり、ランジなり、やってみてください。はい、簡単なおさらいなんですけども、スクワットの前に行うことでしっかり効かすことができます。前ももが張りやすい方はですね、今みたいにフロッグスクワット、もも裏を伸ばしながら鍛えるやり方ですので、まあスクワット前でもなくてですね、普通に太もものエクササイズとしても、まあ、ありなやり方になりますので、ぜひやってみてもらえたらと思います。で、足首が硬い方はですね、膝が前に出にくいのと体を下げにくいので、まあ、しっかりね、足首硬いと足痩せっていうのは難しいので、足首のストレッチも行ってください。しっかり腰をね、反らすっていうよりもお尻を出すっていうイメージです。そうすることで骨盤がうまくね、後傾していなければ腰が丸まってないので、
うまくスクワットができていると思います。ということで、頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。 SNS されている方はぜひシェアもよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。